いろんなお客さんがその僕うちを知るきっかけになって、まあ、ここへ来てもらったりするのは、三木の金物っていう産地ブランドがバックボーンにあって知ってもらうっていう機会は多分多いはずなんで、産地をもっと分かりやすく PR することが最終的に自分の仕事に戻ってくる。内側にいる人が知ってもらう機会をよう作りきれなかったとか、内側の人間も変わっていかなあかんし、もっといろんな外の世界を見ないといけないなと、みんなで何か考えてこう残していかないといけないっていう危機感はあるんじゃないですかね。みんな集客施設みたいな箱物を新しく建てるとかっていうようなやり方ではなくて、もともとこの町にあった資源で生かせるものっていうのをもういっぺんみんな見落としてるんちゃうかと、まあ、ここら辺路地がすごい多いんでね、そのレトロと路地をかけてレトロ路地っていう名前で、昭和レトロ好きなお客さんですかね、が結構毎年それ楽しみに来てくれるようになって、続けるっていうのが一番大変ですね。来てもらうお客さんに喜んでもらうっていうことを外さないようにやり続けるっていうのがやっぱり難しいですね。イベント自体はそれなりにこう知名度が上がってるかもしれませんけど、本質的なその住んでる人の中身、住んでる人の意識をもっと変えていかないと、本当の意味でのその街が良くなるというか活気づくっていうのにはなかなかつながらなくて。